声が上がっています。これで終わりではないはずです。一刻も早く満額払うべきではないでしょうか。東京電力株式会社西澤社長、お答えいたします。農林漁業の皆様、そして中小企業の皆様が被った被害につきましては、先ほど大臣がお話ありましたけれども、5月12日の政府決定を踏まえまして、当面必要な資金を速やかにお支払いするということから、書類の確認作業もなるべく簡素化した上で、ご請求額の一定比率をお支払いさせていただいております。なお当社といたしましては、最終的にはエビデンスに基づきまして損害額をご確認の上、清算はさせていただきます。以上でございます。高橋千鶴子君。はい、基本的には満額ということでよろしいということですよね。東京電力株式会社西澤社長、お答えいたします。きちっと清算させていただきます。以上。はい、高橋千鶴子君。はい、ありがとうございます。では今回の法案でこの支援のスキームがどのようになるのか伺いたいと思います。でこれまた2枚目のパネル、同じものを皆さんのところにつけております。これは資金援助の流れと書いてあります。で原子力損害の発生、そして民間保険会社保険契約または政府保証契約により賠償措置額1200億円の支払い、これはもともとある原子力損害賠償法の仕組みであって、政府は1200億円支払うことになっております。でこのお金はこの度の二次補正で措置をされることになっていると思います。で原子力損害賠償支援機構法案第40条、この間に書いてありますけれども、